ダストクルセイダーズ。1988年、エジプトのカイロ。長い旅路の果てに、ジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが、圧倒的な悪のスタンドパワーの前に、仲間たちは次々に倒れている。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかしディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロつ入れず最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。来やがれディオ。オープンザゲーム。停止時間9秒以内に型をつける。型をつける。そいつはこっちのセリディオ。どうだ。お前に対する慈悲の気持ちは全くねえ。
かしおめえをなぶって始末するってやり方は俺自身の心に後味の良くねえものを残すぜ。その足が治癒するのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかった気な。西部劇のガンマン風に言うと抜きな。しかし翔太郎、この土壇場に来てやはりお前は人間だ。ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする。後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵するそのくだらないものの考え方が命取りや。このディオにはそれはない。勝利して支配する、それだけよ。それだけが満足感よ。てや、方法なぞどうでもよいのだ。どうだ、この血の目つぶしは。勝った、死ねえ。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。華教員、イギー、アブドゥル、仲間たちの尊い犠牲を乗り越えて丈太郎は宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、必要なものは私のスタンドである。必要なものは信頼できる友である。必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である。必要なものは14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。丈太郎、こんなところにおったが。病院から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。どうかしたのか。いや、
何でもね。あの丘、所詮フランス国営航空92便パリ行きのお客様は18番ゲートへお急ぎください。どうしてもフランスに帰るのか、ポルナレフ。もう身内はいないんじゃろう。よかったらわしの家のあるニューヨークに来ないか。ジョースターさん、身内はいなくてもフランスは俺の祖国なんです。故郷には思い出がある。どこへ何かあったら呼んでください。世界中どこでもすっ飛んで駆けつけますよ。寂しくなるな。辛いことがたくさんあったが、でも楽しかったよ。みんながいたからこのそうだな、楽しかった。心からそう思う。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、間抜けずら。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。いた！見つけた！あ？ん？なるほどな。なんか笑っちまうぜ。そのガタイの良さ。二人ともジョースターさんのジジイの知り合いか。いや知らん。確かにわしはジョースターじゃが。おっと失礼。俺の名はジョースターさん、ジョータロー。ポルナルフ、どうしたんじゃ。その怪我は何があった。何が起きてるのかわからねえ。わからねえが、ちくしょう。敵だ、敵がいるぞ。え？な、え？敵だと言ってるだろうが。気をつけろ、襲ってくるぞ。マジシャンズレッド。アブドゥル、イギー、お前たちは死んだはず。これは一体。状況がよく飲み込めんが、ここで戦うことはできん。無関係の人間を大勢巻き込むことになる。場所を変えるんじゃ。なんてこった。奴らもう追いついてきやがったのか。こうしちゃい。
やれやれ。ポルナルフ、どういうことだ？何が起きている？知らねえよ。フランス行きの便に乗ろうとしたら、あ、まだ逃げるのか。いや、ここで迎え撃つ。逃がさんぞ。あのお方にガイナス愚か者ども、このモハメド・アブドゥルが焼き尽くしてくれる。あのお方だと？お前アブドゥルなのか？本当に？それとも。下がってろジジイ。何が起きてるのかさっぱりわからんが、今奴らの殺気が本物ってことだけはな。ジョースターさん、ここは俺が行かせてもらうぜ。アブドゥルとイギーは俺のために死んだんだ。オープンだけで、ほセーブやし。もらっちまおうっと。さすがいな。空中で溶かすのはバカ。くそ。始まりである炎を操る。シルバーチャリオッツ、空気を切断して弾き返してやる。くらったな。まだ大丈夫だ。というわけで、空中で溶かすのはわけない。やりやがったな。このままでは。
てめえ甘いぜ甘いぜくそ甘いぜさて、ジジイ。うん。な、な。アバデル。光を。あいつらは本物だぜ。ジョースターさん。俺はどちらともやり合ったことがあるからわかる。間違い。バカな、そんなはずは。いや、しかし。誰だ？さすが。か、歌教員。それにてめえは、ンドゥール。何を驚いている？僕とこのンドゥールは、だから。カキホイ下がれ。今度は逃がさん。ハーミットパープルで洗いざらい吐き出させてやるからの。教員とオープンザゲーム。チュウ。どうだ。もう。Oh, yeah.
よかろう。少し食らう。まだ大丈夫だ。負けるんじゃない。戻しに遠距離スタンドコンビがこれほどまでとは。カキオインをハーミットパープルで待ちな。また新しいのが出てきやがった。おめえはさっき空港で会ったジョセフ。俺にこのハンジャと聖なる遺体。ああ
ここは…それに…ジョースターさん…ポルナレフ…カキョウイ、正気に戻ったのか。そうだ、ディオ、ディオの能力見破ったんです、奴の能力を。落ち着くんじゃ、カキョウイン、ディオとの戦いはもう終わっておる。あんた何者じゃ、なぜわしの名を知っておる。今カキョウインに何をしたんじゃ、一体何が起きてるんじゃ。待て、待ちな、あんたも落ち着けって。ああ、自己紹介が遅れちまったな。俺の名はロバート・イー・オー・スピードワゴン。あんたたちに頼みがあってここまで来た。スピードワゴンだと。そりゃスピードワゴン財団の創設者の名前だろうが。わかったぞ、てめえ。オーマイガーッ。いや違うぞ、ポルナレフ。なんてこった。昔見たスピードワゴンの若い頃の写真と同じ顔じゃ。俺の顔を知ってるのか。なら話が早くて助かるぜ。こいつは聖なる遺体と呼ばれてるものだ。聖なる遺体？わかりやすく言や、俺は今そのそこの華教院ってあんちゃんみたいにな。つまり本来死んだはずの華教院やアブドゥルたちが異変のせいで蘇ったというのか。構いません、ジョースターさん。僕の記憶はリオの攻撃を食らってタンクに叩きつけられた後、それがなぜジョースターさんたちを襲ったのか、僕も本当のことを知りたい。華教員、お前さっきあのお方とか言っていたが、そいつは、それがスピードワゴンの言う危機ってやつなのか。わからない、何も覚えていない。それであんたの頼みとは。単刀直入に言う、聖なる遺体を集めるのに協力してくれ。聖なる遺体は全部で9個の部位が存在する。遺体には不思議なパワーがあるが、あと8個集めると1人分の遺体となって真のパワーを発揮するんだ。そうすれば全ての異変を鎮め危機を撃退できるはずだ。多分実は俺にもよくわからねえんだ、遺体を。そん、おいおい、まあけど俺だけじゃ何もできねえ。この聖なる遺体はあんたたちと出会うように俺をここまで導いた。つまり多分あの女、突拍子もシュールよの。散々奇妙な冒険をしてきたつもりだったが、今みんなどう思う。
やれ。俺は、しかしよ、火教員を戻してくれたことは確かなんだよな。僕は信じます。もちろん信じざるを得ません。アブドゥルやイギー、ウンドゥールたちが襲ってきたのも紛れ。よし、いいじゃろ、スピードワゴンのじいさん。というのも変じゃな。ああ、スピードワゴン、わしらはあんたに協力することに決めたぞ。ありがてえ、助かるぜ。なんじ、これは聖なる遺体が共鳴してるんだ。近くにもう一つ聖なる遺体があるぞ。何？やはりこの近くに遺体があるみてえだ。手分けして探してくれ。何だい？何じゃ？遺体はあんたを選んだんだ。これはまるでこの光の、よし、なんじゃ。いや、アブドゥ、それに、ああやれやれだ。Thank you for playing! Eyes of Heaven の世界へようこそ。